どうもこんにちは、こんばんは、白地屋です。というわけでパーフェイスモードを続きやっていきたいと思います。前回ですね、関西6、1回戦目か、1回戦目をやりまして、極悪商業高校の、ガイド君をとりあえずゲットして、終えたところでございます。で、一番最初に持ってた助っ人として、三船ドルフィンズの、さくらむつこちゃん、前回のアップデートで追加された、メジャーコラボ、そして極悪ヤンキーズの、アバタさん、そして島田さん、タンポポ製作所の島田さん、この3人も、初期の助っ人で連れていったという形でございます。マネージャーはエミリちゃんですね。はい、エミリちゃんを連れていったという感じでございますね。で、持ち物を一応、パワーテレビの抽選箱とパワーキの書か、パヒタの書、を持ってって、で、多分1回戦目でこの3つをゲットしたのかな。カットビバット、マムシグマ、ガンダーロボのプラモをゲットしたという形でございまして、で、2回戦目でございますね。はい、今回のパワーフェス、とりあえず、目的、目標である、はい、もうこちらですね、メジャーコラボ。はい、やっぱり課金したんでね、あのメジャーのね、高校選抜と戦いたい、そしてやっぱりキャラを使いたいっていうところで、メジャー高校選抜を倒していきたい。前回はボロ負けしたので、今回はね、頑張っていきたいなと思ってるんですけども、本当に2回戦目に来るチームではないぐらいの、強さというか、本当に図鑑登録9人できるんですけど、ここ9人ね、全部埋めるまではとりあえずパーフェスモードを、やっていこうかなと思っております、動画で。なので皆さん、結構長い動画にはなると思うんですけど、よかったらね、皆さんお付き合いいただけたら嬉しいです。さあ、やっていきましょうか。ドリームチーム夢の舞台へ、メジャー高校選抜。おー、ギブソンジュニア、どうしてそっちのチームにいるのということで、お、エミリちゃんの知り合いかな、ギブソンジュニア。あ、ギブソンジュニアもゲットしていきたいですね、本当に。いきましょう。高校選抜。さあ、メジャー高校選抜をゲットするために課金したと言っても過言ではない。ここも見てたので、ちょっと飛ばしたいと思います。頼むよ。で、ここはね、矢部くんだけちょっとやる気上げときます。一応ね。はい。上げときましょう。さあ、ここら辺も。ルーレットがね、一番最近ちょっとね、前回も確かメジャー高校選抜と戦った時は試合後ルーレットだったので、勝てなかったんですけど。頼む、勝てば3人。DH なし、高校。ホームラン放送時代はきついんだよな。そうか、DH なしの高校、そしてホームラン放送時代ということでございます。相手の投手は、うわー、五郎くんか。五郎ですよね。アバタさんも入れますか。今日はアバタさんで行ってもらいましょうかね。で、むっちゃんも入れて、ホームラン打てるバッターが少ないんですよねってなるから、ちょっときついんだよな。頑張っていきましょう。むっちゃん、関西6、服部くん、ここら辺はちょっと調子順でいきましょう。あ、そうか、ガイドを持って、あ、でもガイド能力低いんですね、結構ね。こんな感じでいいかな、じゃあとりあえず。はい。1番矢部くん、2番むつこちゃん、3番関西、4番島田、5番、6番モブキャラ、7番にガイド、8番にアバタさん、で、9番モブキャラという形で。矢部くんかな、矢部くん、島田さんあたりにちょっとホームラン打っていただきたいですね。ほんとマックス3人欲しいので、できれば2本ホームラン打ちたいとこではあるんですけどね。頑張っていきたいと思います。では行きましょう、前回のリベンジ、頑張っていきましょう。いやー、頑張ろう。とりあえず勝とう、勝とう。ここも勝たないとね、本当に。まずここをね、メジャー、もうメジャーコラボのキャラを全員獲得するまでこのパーフェスは続きますので、とりあえずまず勝とう。まず勝って、ちょっととりあえずゲットしよう、キャラを。頼むよ。あー、強そうだよ。いや、カオルちゃん欲しいな。本当にカオルちゃんもやっぱ可愛いな、こう見るとな。カオルちゃんもメジャーセカンドではもうね、本当に お母さんだな、お母さんになっちゃってる感じ。さあ、やっていこう。さあ、アバタさん頼むよ。アバタさん、魔球を追い続ける男、アバタヤスシ、今日も彼のアバタボールにご注目ください。このようにちょっと演出は飛ばさずに見ていきたいと思います。よろしくお願いします。最後に三振をしたのがいつなのか記憶が見つからないほどです。そう、メジャー高校選抜とね、戦うとこうやってブラスバンドの心得とかも流れるんで、こういうとこもぜひね、注目してね、聞いていただけたら嬉しいななんて思っております。前回見たので、能力的に関してはね、いっかな、見なくて。はい、
やっていきましょう。とりあえずね、前回はね、ヒカルくんで戦ったのか、まあ、ヒカルくんが本当にストレートとチェンジアップしかなかったので、確か。だからね、さすがにね、それよりかはアバタさんの方がね、まだね。オッケーオッケーオッケー、落ち着いていこう。2回戦で来るチームではないですからね、本当に。オッケーナイスさあさあ、お、ゴロくん。類稀な野球センスと不屈の精神力でとんでもなく熱い球をぶん投げます。見るもの全てをさあ、やべ、頼めよ、こんな怪物よりお前の方がすげえってとこを見せてやろう。やべ、スーパースターや。ジャイロボールなんですよ、打てないのがジャイロボールなんですよ。私本当に打てないんだよ、これ。このボールが、このボールが打てない。 OK、 とりあえず OK、 でもホームラン狙っていかないと。オッケーオッケー、とりあえず1球目から捉えて。さあ、むっちゃん頼むよ。でもな、正直なホームラン打てるのがね、矢部君と島田さんしかいないんだよな。さあ、むっちゃん頼むよ。一応狙っていきましょう。あとか、あー痛い、何やって、何当ててんの。ちょっとゴロ頼むよ、ゴロ君。さあ頼むよ、関西、お前も一発打ってこい。能力低いけど、とりあえずパワーいいまで上げたから頼むぞ。僕ゲッツ一番ダメ、ゲッツ一番ダメ、いいんじゃない。あー伸びないか、でもいけ、オッケーオッケー、よし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 、先生で先生で、お前足遅えな、関西マジか。ちょっとアウトじゃねこれ。オッケー、危ねえ。そう、総力全然上げてなかったんだ。オッケーオッケーオッケー、初球から捉えていく、素晴らしい。とりあえず勝とう、とりあえず勝とう。そしてホームラン、ここでホームラン欲しい、ここで一番ホームラン欲しい。ちょっと上がってくる、ちょっと上がってくる、ジャイロボールちょっと上がってくるよ。ちょっと、今のはどう、そのまま放置しとけばよかったな。今のはそのまま放置タイプだな。ちょっと 動かしすぎましたね。警戒してるね。まあ、筋トクが多いですからね、ゴロウ君は本当に。オッケー、抜けるでしょ。うー、通るね、ギブソン。これセーフ？セーフ？むっちゃん、あー、セーフじゃねえか。お前、ギブソンうますぎだろ、お前。サード、今の抜けてもいいとこだろう。ここちょっともう1点。こっち、あー。マジか、1点しか取れなかったか。ちょっとやっぱ厳しいね。簡単にいけると思ったんだけどな。さあ、トシ君、強肩強打。名門街道で培った確かな実力には絶対的な自信を。いや怖いね、ここ怖いね、トシ君怖いね。アーティスト金徳怖いね。初球も持ってるからね。落ち着いて、落ち着いていこう。頼むよ、落ち着いて、落ち着いて。アバタさん、あなたなら抑えられると思う。俺はトシ君でも抑えられる。オッケー、あー、ちょっとモブキャラやべえ、これセーフだね。オッケー、危ねえ。そう、二遊間がまだモブキャラなんですよね。ちょっとな。そう、なぜなら彼が生きる道。ガイドさん頼むぜ、ガイドさん打ってくれ。ホームラン打たないとこれ、この試合全然。ちょっと待って、ジャイロボール全然打てねえんだけど。じゃあホームラン打たないことにはな。せめて1本打とう、せめて1本打って2人獲得しよう。落ち着いていこう。あ、カオルちゃん出てるね。なゲッツーがな、基本的にちょっと取りづらいんだよな。アバタボール54。 OKOKOK、 振ってくれない、振ってくれない、振ってくれない。大玉もう1球アバタボール。 OK、 三振、ナイスナイスナイスバント、ナイスアバタボール。やっぱナックルボールって結構意外にバントしづらいってとこありますね。ファルファル、 OKOK。アバタさん落ち着いていこう、大丈夫よ、あなたなら抑えられるよ。わあ厳しい、厳しい。あー、ちょっと落ちるなこれ。矢部君でも取れないやつやろこれ。あー、だよね、矢部君でも取れないよね。さあ、こっから怖いですね、草野や。ここもちょっと見たので、草野は見たので飛ばします。アバタボールいいね、怖いよ怖いよ。阿部気持ちよ、阿部気持ち。振らないか、まあ、振らないよね。いいコース、ショート取れる、ナイスショート。こういうプレーはグッと。お前本当にもむけるか、ショート。今抜けてたらちょっとワンチャン1点入ってたぞ。ナイス、セカンド惜しかった。ナイスナイスナイス、もむけら。オッケーオッケーオッケー。誰だお前、誰だお前。あ、ごめんなさい、ちょっとタイガ君の演出カットしちゃった。ちょっとハットリ、お前ナイス。専修学院にもハットリっていう選手いたな、そういえば。頼むよ、ハットリ選手うまかった。ハットリ君確かうまかったの、確かメジャーでも。オッケー、セカンド落ち着いて、真正面よ、落ち着いて。オッケー、ナイス。今のこのピンチを抑えたのはでかい。1点取られたらしょうがないなと思ってたんですけど。さあ、ここ矢部君っすよ、頼むよ、スーパースター。ホームラン打ってくれ、1本落とう、1本落ち着いていこう。ど真ん中、ちょっと、もうちょい、もうちょい上だったか、もうちょい上だったか、ど真ん中だったから狙っちゃったけど、もうちょい上だったか。
と1個も動かさない。あ、トシ君、トシ君も見たからちょっと飛ばそう。怖いね、トシ君怖いね。パスト、怖いね、トシ君怖えな。ノーアウト1塁、トシ君怖いな。落ち着いてこ、落ち着いてこ。振れ、あ、振らないか。さあ、こうシュート。アバトボール。オッケー、パスト、1個ずつ。もう一回アバトボールでいきましょう。あ、ストレートになっちゃった。オッケー、オッケー、危ねえ。ストレートになっちゃった。さあ、XG 君も見ていきましょう。打者としては癖なき王道を突き進みます。実力はカイドウをお墨付き。薬師寺も欲しいね。薬師寺もめっちゃ欲しいだから、もう全員欲しいんですよね。メジャーコラボキャラは本当にめっちゃ使いたい。とりあえず勝つよ、勝つよ。あー、抜けるか。え、やべだった、それオッケーオッケーオッケー、やべだった、それオッケー。ここにやべくんがいるんですよ。オッケーオッケー、外野も安定してる。あ、ゴロ、怖い、怖いよゴロ、怖いよお前。もうあんないいお嫁さんゲットしやがって。ゴロくん怖いよ、カオルちゃん。落ち着いて、落ち着いて。振る？振らないか。頼むよ。まあ、バトボールでいきましょう。うわー、カットするね。だいぶカットするね。おいー、それと、ナイス、アバタさん、いいね。アバタさん、いいね。そうそう、スタミナ危ないね。さあ、おー、またピンチか。ちょっと投手操作が多すぎるな。ちょっと早く終わらせて。OK、落ち着いてこ、落ち着いてこ、ストレート押していこう。さあ、勝つよ、勝つよ、勝つよ。OK、完球、ナイス、アバタさん。勝つよ、勝つよ。さあ、ガイドさん頼みますよ。ジャイロボール、準備して、準備、ちゃんとね。もうちょい、もうちょい見ようか。なんか俺、早打ちしすぎなんだよな。久しぶりにね、パワープロやって、早打ちするって意味がわからん。頼む、アバタさん。アバタさん、もうちょっともう、あ、こう5回か。オッケー、ちょっとね、早打ちやめようって言ってすぐ打つっていうね。オッケーオッケーオッケー。早打ちはまあ一球種だからトライやすいんですけどね。それはね、もちろん。そのバッティングで点差を広げて、正面、どうしよう、待って、正面いいだけ捉えてんだけどな。くそー。そして、あ、ギブソン飛ばしちゃった、ごめんなさい。ギブソンも欲しいな。アンダー製造機ついてんだ、金徳。強いね、ほんと強いね、ほんと欲しいわ。オッケーオッケー、危ない危ない、落ち着いて。オッケー、センター取れる。矢部くん大丈夫大丈夫、矢部くんがいますから、ここに。オッケー、ちょ、 1-0 は怖いですね。トシくん学校で、ここでトシくんか、ワンチャンホームラン出そうだな。トシくん頼むよ、アウトになってくんね、頼むよトシくん。そして一塁ランナーはタイガ。あー、島田さん、あー、危ない危ない危ない、島田さん操作したのにショートが動いてたよ、かつい1個。あー、これはちょっと無理だな、これはセーフやな。あー、厳しいよなお前じゃ。服部、さっきお前いい、今 よく取った。月64、押せ、二遊間押せ、二遊間押せ。56怖いね、この回はちょっと抑えたらでかいよ。もう一回抑えていこう。いいんじゃない、オッケーオッケー、いいボール、いいボール。パスト、あ、あれなんかジャンプができねえな、ジャンプしてるんだけどな。さあ、バタボール、最後緩急で。うん、やばい、これ落ちるパターンじゃねえか、これ落ちちゃうパターンだよね、ですよね。いや、二遊間やっぱモブキャラきちい。やばい、この回でちょっとこれで終わらせよう、同点で終わらせよう。とりあえず、まあ俺が打ってないだけ、打ってないからしょうがない。大丈夫だよ、まだ大丈夫よ、1対1だから。追いついて、おい、セカンド、おー、バトンさん、いいね、よく止めた、ナイス。今抜けてたらちょっと1点入ってましたね。素晴らしい、アバタさん。あ、またピンチ、マジか。ちょっと野手操作やらせてよ、野手操作頼むよ、野手操作。あー、完璧に決められたね。マジか、野手操作したいんだけどな。ちょっとアバタさん、この回までだな。頼むよアバタさん、落ち着いて。君だったら抑えられる。怖いね、このバッターで最後か。うん、入ってないか。うわ、完全に阿部ひ持ってかれた、持ってかれた。やられた、メジャーにいつ勝てるんだ、マジかかよ。そしてまた、うわ、4-1、これ謎なんだよな。全然点取ってなかったからしゃあないっちゃしゃあないんですけど。 OK、 ナイス、ゲドウさん、あ、ゲドウさんね、ガイドさん入らないけど OKOK、 ナイスナイス。とりあえず2塁まで行ってもらおう、セーフだよねこれ。
また3点差か。前回もなんかな、本当に終盤戦にめっちゃ点取られたからな。梅野君行かせるしかないか。投手が少ないので行かせましょう。受けいいんじゃない、入らないけどフェアでしょ。 OK、 ライバッチ、お前2塁いける、遅いけどいける、セーフ、走れ走れ走れ、 OK ナイス、 OKOK ナイスナイス。ジャイロボールちょっと合わせ、合ってきてよ。いいよいいよいいよ、ゴロゴロ落ち着いていこう。大丈夫、モブキャラでどんどん点取っていこう。あーちょっとこれはまあいいや、最低限最低限進塁だ。まあちょっとまだ2点差だからな。さあやべ、お前ホームラン打っちゃえ、追いつけ、とりあえずホームラン打って追いつけ。うーやべーお前、やべーやべーな、お前本当に。ちょっとジャイロボールがサクセスキャラで捉えきれてないっていう。あーちょっと待ってー、ちょっと待ち、ちょっとひどすぎだな、これはこれはひどすぎる。さあ最終回関西頼むよ、ちょっとひどすぎるね。 OK ナイチー、とりあえずね、とりあえずランナー貯めていこう、ランナー貯めて一発や。さあ島田さん頼むよ、逆境持ってる逆境。あちょやっちゃった、ゲッツーだ、最悪だわ最悪だわ、マジで最悪やわ、これも本当に。また負けんのかこれ、ちょっと頼むで。まあ、眉村くんが投げてないだけさ、五郎くん一球種しかないんだからさ、ひどすぎる。いやーちょっとひどいですね本当に、皆さんごめんなさい、もうまた負けた、また負けたよこう見たんでスキップします。いやまた負けたか、2回戦目で。これはルーキーの守りあるぞ、次はあんちゃんもルーキーの守り使うか、もうマジか、最近2回戦すらも勝てなくなってきたな。ちょっとひどすぎるな、これはひどすぎるな、ちょっと。いや上げる気、上げる気しない、もう OK、 はい。いやーこれはちょっとひどいですね、皆さん申し訳ございません。またですよ、またまたやらかしましたね、また2回戦でメジャー高校選抜に負けるということで、本当に申し訳ございません。また、まあ、次3度目の、正直にならないようにね、本当に3度目のリベンジっていう形でね、頑張っていこうかなと思いますので、まあ、ぜひよかったら皆さんご視聴いただけたらと思います。本当に下手くそすぎる、もうやばい、もうワンちゃんも次3度目勝てなかったらルーキーの守りを、使わせていただきたいと思います。はい、申し訳ございません。はい、というわけで皆さんね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントよろしくお願いいたします。どんどん日に日にですね、ゲームというかもうパワープロが下手くそになりつつ素人ゆえですが、皆さんね、温かく見守っていただけたら嬉しいです。本当にね、私自分でやっててもイラつくぐらい操作下手くそなんでね、もう皆さん見てる方はもう不快に思うことは間違いないんですけども、本当に申し訳ございません、頑張ります。はい、というわけで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな、ありがとうございました、お疲れ様でした。